子さんより提案していただきます。小泉さん、お願いします。皆さん、集会参加の皆さん、お疲れ様でございます。福島県から今日は250名で参加しております。では代表して私がアピールを提案させていただきます。アピール案、東京電力福島第一原発事故から6年が経とうとしています。ひとたび原発事故が起きれば当たり前の日常が奪われ、取り戻すには長い時間が必要となること、震災関連死を含め命が脅かされるということを福島をはじめ私たち国民は身をもって体験しています。しかし原発事故の収束が未だ見通せない中、国と東京電力は住民の不安や不満を解消しないまま避難指示を解除し、損害賠償や支援の打ち切りを進め、福島を切り捨てようとしています。原発の再稼働と輸出のために事故も被害も終わったことにしようと躍起になっています。私たちは最後まで国と東京電力が責任を果たすことを求めます。福島第二原発は廃炉とすること、また全国すべての原発の再稼働は行わず廃炉とし、再生可能エネルギーに転換すること、政府の全責任で汚染水対策など福島第一原発の事故収束廃炉作業を行うこと、政府と東京電力は避難者の実情に応じた住まいの確保、なりわいの再建、徹底した除染と完全賠償、県民の健康管理への責任を果たすこと。私たちはこの6年、安心して住み続けられる福島を取り戻すため、原発ゼロの日本を実現させるために懸命の努力を続けてきました。あの日からの戦いで得たたくさんの新しい仲間と共に、手と手を取り合って原発ノーの輪を大きく大きく広げています。この広がりは決して逆戻りすることはありません。昨年の新潟県の知事選挙では原発再稼働反対の知事が誕生しました。原発ゼロを求める国民の声は多数を占め、その声を無視して進められる原発推進政策の転換を求める政治的な動きも広がっています。さらに広範な人々と福島100万署名原発再稼働反対の共同を広げ、原発ゼロの選択を政治の争点に押し上げましょう。命と原発は共存できません。何よりも命が大切にされる憲法が生きる政治を取り戻しましょう。止めよう原発再稼働、変えよう福島切り捨て政治。2017年3月4日原発ゼロの未来へ、福島とともに 3.4 全国大集会、ありがとうございました。そしてですね、アピールの締めに福島からの希望を乗せてということで、参加者から会場へ向けて皆さんに紙飛行機を届けたいと思います。紙飛行機には参加者からのメッセージも込められています。じゃあ紙飛行機持った皆さん、いいですか、前に出てください。いきますよ、せーの、助けありがとうございました。福島の皆さん、ありがとうございました。私たちも福島の皆さんと思いを一つに、原発ゼロを目指して共に頑張ってまいりましょう。
それではみんなで共有した熱い思いを